はい、沖縄です。今日はですね、なんか予定してたより早く物が来たっていう、ゾイテックのイービックプリモミニですね。実はこのプリモのね、200ワットオーバータイプのバッテリー2本のものはユニマックスの名称がついてたんでちょっと興味あったんですが、プリモミニ1バッテリータイプですね。いつもならもう爆炎志向で行ってるんですけど、あえて予備コイル含めてプロコアシリーズ、私も初めてなんですけど、まあキットなんで、味重視ですね。30から40ワットプロコア1の S っていうのも予備コイル含めて買ってみました。まあたまにはちょっとニコチン高めでまったりするのもいいかなっていう発想です。まあ、シングルバッテリーなんであんまり負荷をかけたくないしこれ自体25アンペア制御してます、本体はね。なんかこれぴっちりこう包んであるね、これね。まあニコチン多めにするんでワインレッドっぽいかなと思ったら真っ赤でしたね、真っ赤で。なんかね、なんとなく気に入ったのはこの顔、なんか顔っぽく見えませんこれね、可愛いじゃないですか。USB のこうね、ちっちゃい方下に向けて、これ意図的にこうしたのかなという印象を、まず第一印象を受けましたね。カーボン軽いです。昔のトップボックスね、缶がに、比べるものすごい軽いですね。持った感じこれよりも軽いですね。まあ、バッテリー入れたらどうなるかっていうところですけど、開け方がこうか。でね、25アンペアなんでマックスはですね、2100のじゃ3000のバッテリーでも十分使えるんじゃないのっていうところですね。でそこの方がなんかこう見えるかな、プラスってなってるんでこう入れてみます。もうスイッチ入りました。もう温度管理でニッケルがしゃっぱなから出てきましたね。これ何回押しだろう、3回押し今。時計ですね、これ合ってないや。はいはい。んで、ああこんな感じで押していくのかな。なるほど。今何時だ、20時。逆戻りしないのかこれね。と行き過ぎたらまた押さなきゃダメですね。20時。16分まで行ってないな、5分ぐらいですね。7分。はい、変更になりました。1、2、3。これね、かなりプリモってこう
ものすごい細かい設定がいろいろできるんですけれども、私は分かりません。はいはい。でパワーモードにしたいと思いますが、どうしたらいいんだろう。これ一回電源落とします。バイパスモード、まあ当然ね、マックス 80W のボルトが 4.17 ですね。これバッテリーの数値読み取ってんのかどうかは分かりません。まあコイルがね、コイルなんでバイパスはまずいんで、すんません、なんかこうよくわかんない。モードの切り替えが、TCR のこのメモリーが結構数多いんですね。 TCR120 最近多いですね。パワーモードなりました。パワーモードですね。まあボルトとワット、なんかこの顔がものすごい可愛いな。はい。でアトマイザーですね、まあ、中身をよいしょ紹介していきましょう。またごっつい紙物がついてますね。もともとプリモって200W オーバーのやつはものすごいやっぱ設定が細かくできるようになってます。これは多分ねプロコアアトマイザーの説明書ですね。はい。まあもろ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 、そんでもってもろもろですね。出ました。ああ本当の真っ赤だね。え、予備コイルだけどちょっと破れてますねこれね。予備のガラスタンクと、オーリング、なんかちょこっとしか入ってないな。もうこれここなんか破れてますね。多分輸送中に破れたのかな。こんな感じですね。完全に真っ赤ね。この赤はね強烈ですね。レッド、ワインレッドのつもりだったんだけど、色の変化わかるかな。強烈な赤です。まあ時計合わせてたんでこれ多分何もしないと時計表示になるのかなっていうとこですね。時計側に置いとこうかな。これアラームついてたらね面白いんですけど、まあそこは別に置いといて、どうでしょうね。これエアホールすごいですね。まあ分解してみたいんですが、まあプリメイドですね。これどう開けるの。開け方がわからないところからスタートですね、これね。これなんかマークついてます。ああ、こうやって押せば開くんですね。こんな感じ。ついてるコイルが、なんでしょうね、これ。面白いね、これ。なんかバネがパコンって感じです。で、押せばいいのかな？ああ、スライドすれば閉まりますね。さあ、問題は、あ、柔らか。
これは、目的の設定のものじゃないので、取っかっちゃいます。ね。まあ、低抵抗で美味しく吸うという味重視なので交換しますね。これが、まあ、TFB 系でこういうのはね、あれですけど。もうざっくりとした大きさですけど、23ミリじゃないのは確かです。こんな出っ張っちゃいますんでね、25ミリかな。ですね、こんな感じです。なんか今グラグラっとしたぞ、グラグラっと。はい、ですね。あんまり長い時間待ちたくないので、この時点で少しリキッド入れちゃおうかな。ニコチン多めのやつはしまい込んであるんで出すね。こんな感じですね。結構コイルがなんかこう面白い形してませんね。まあ切削りの匂いはしませんね。ガラスが結構こう重い感じの音がします。なのでもしかしたら結構いいガラスなのかな。ちょっと安っぽいのはね、キンキンってもっと高い音がするんですね。締め込みがどうでしょう。こんな感じですね。もう抵抗値読み取ってんのかな。0.2 いくつ読み取ってんのかな。はい、でリキッドをね、さらにこう入れていきますけど、まあ最低でも20分置きたいかな。ああ、意外とこれ系にしちゃいいかなと思ったらスポンといかないね、これね。押しながらかな。押しながらですね。軽い。これは結構軽いですね。いつものごとく電子ばかりを出したくなりました。はい、ねえ。そうなると出したいのはこれ。はい、実際に今これ193gですね。これね、206、ピコが今、ピコとは軽めのモッドですね。これも軽め、クリートです。軽いモッドです。あ、ごめんなさい、軽いアトマイザーですけど、ピコ179。おお、これはピコの方が軽い。微妙な重さの差ですね。まあ 10g 差ってこうね、お肉屋さんで肉食べて 10g の差って、
食べた瞬間に分かるかっつうのと一緒ぐらいな感じですね。はい、この染みるまでの時間をどうしよう、ずっと20分ほっとくわけもいかないんで、明治今度やるつもりです。ボックスとまあいろいろやってますけど、トリックアートのね、こんな感じですけど、はい、では置いてからまた撮ります。はい、ではね、吸い比べタイムですね。実はうちの奥様曰く可愛いと、で時計が常にこう表示されてるもので、値段によっては大ヒットになる可能性があるんじゃないと言ってましたけれども、上級者、温度管理やる人もかなりな、これ使いこなすのに大変です。私みたいにもうここについてるワットモードの中でやるっていうところでいけば、パワーモードで25ワットですね。まあ比較対象をしていこうかなと思います。重さは先ほどやりました。でこれピッコですね、ピッコ、これも25ワットぐらいからいくかな。まあ一番おいしいのは 33.8V ですね。こんな感じです。ピコですね。まあこれ 33.1、ちょっと絞ってますけどね。こんな感じです。でこのなんかこう顔がやっぱ可愛くないですか、この表情。これ、国内販売、値段次第かな。ただ25ミリですね。径は大きいです。ということで。まあ、低抵抗ですね。まあ、似たようなもんかな。はい。ではね、吸ってみましょう。25ワットからね。これ十分じゃないのかな。コイル形状とこの太さですかね。25ワットでも爆炎期待して味重視のはずのコイルなんですけどね、なんか25ワットでも普通に吸えてしまいます。なんか最近ゾイテク頑張ってるなっていう気がしますね。では30、まあこれ上が40ワットぐらいなんでね、33ワットで吸ってみましょうかね。クラウドじゃないはずなのに、なんかクラウドになってません？これはね、なんか味がね、温度高い方が美味しいかもしれない。まあ、シングルバッテリーなんで、あまり高パワーっていうかね、ワット数上げないで吸う方が絶対に間違いないんですね。いや、これ、やっぱ後発から出してくるのって考えてるなーっ
て思いました。まあ、女性も対象になるかなというところで、あとは国内販売の値段次第ですね。これっていうかね、最近のものであんまり悪いっていうのないかな。どこのものもみんないいですね。まあでもマックス25アンペアまでしかかかんないで制限されてますけど、30ワット以下 2.6 ボルト低光値 0.25 かなぐらいかな、24かなで、26ワットで吸えるもので25ミリですね。あんまり見たことないですね。低温度のミストで味がものすごく出ます。なんか交換用コイル同じものを買って正解だったかなっていうところで今日は終わりです。